下手くそですね、本当に。とりあえず、でもここ通っていかないとダメですもんね。きっとここは行けるわけないんで、ここには一人しかいなかったんですよね。ここでなんか食べ物があれば。スプリングレーズ、あれか、トラップか。装備してエルトリガーでできると。とりあえずブリンクでいいです。これなあ、日本語だったらなあ、よかったのにな。なるほど、いろんな道、行き方があるんで、いろいろ試してくださいみたいなことが書いてありましたね。とりあえず、これかラットトンネルって。あれ？見つかっちゃったか。盗めるってこと？これ。頭打ったら即死なのかな。即死だ。なんか今拾うみたいなの出てなかった。で、これ以上はいけないのかな。いけるんだ。エリクサ、よし。確かこのチェーンが登れるのは前やったんですよね。違う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 。ない感じなんで、ここを登っ、入ってって、出れるのか、あそこから。さっきの屋敷でひどい目にあったんで、とりあえず、そうですね、出ましょう。ちょっとどこにつながってるかわかんないんで。あそこか。おお、いるな。マジック、ここから入れないかな。入れる。
高校さっき来てないですよね。あ、こうか。やばい、バレた。ああ、よかった。え、アホだな AI、 ここにいるよ。結構強引にやってもわかんないですね。やべ。やばいな。撃たれてきてるから、こっちも。レベル1っていうか、最初の2つ目のチャプターだから簡単なのかな。もっとスムーズにやりたかったな。バックヤード、いやいや、裏庭には行きたくない。殺させてもらいます。やっぱりでもそんな面白いと思えないんだよな。とりあえず、まあとりあえずこれクリアしましょうね。開けて、ここにいんのかな。あー、バレてる。どこっすか、こいつか。抜けや、おら。ブランディングインストラクション。Plot to break him out of Coldridge Prison. That's clear enough.
by Corvo, the one man feared throughout the Empire. He's as bloody minded as they say. Left a trail of bodies. バレた。ここか。閉まってんな。入れないのか。どうしたらいいか。これは。あ、毒がなんかとか言ってたな。毒を使えばいいのか。でも持ってないっすよ。ここで待っておきましょう。出てくるはずですね、ここで。やばい。あれ毒持ってたら終わってたのに。そういうことか。下に逃げてったんか。られるやつが出てきた。そっか、もっとスムーズに殺したかったな。まあ、いろんなやり方があるんだろうけれども。これは全然スムーズじゃなかったな。あれですね、なんか上手い人がやったプレイを見たいですね、 YouTube で僕のような下手な人間がやるプレイではなくて、あのYouTube の方の上手い動画が見たいですわ。どこ行けばいいんだ。取ればいいのかな。あ、違うな。ほら、死んどけ。あっちか。ビデオでかなりコメントが言えなくなってきてますね。もうちょっと苦手なジャンルのゲームなんで話すことがなくなってきてしまってます。
ハイオーバーシアーズオフィス。とりあえず。Please, she's my sister. She's not a witch. I know her. Out of the way. You expect preferential treatment just because you are her brother? She will burn. All with what's going on there. おい、助けてやったのに、何もなしかい。無駄な殺しをしてしまったぜ。ここで死ぬわけにいかないからな。キモ。気持ち悪い犬だな。てかでかすぎるだろこんなの。よし、明かりついてるとこ入ったらどうなんだ。来てるな、なんか。どうせ犬は追いかけてこれないですからね。敵か、あれは。味方か。あ、どうした。あ、犬自分で落ちた。アホだ。落ちて死んだ。Hey, Corvo. It's Samuel. I'm here. OK, 行きましょう。From the way I hear it, Campbell lived a pretty life. すいません。Maybe it's not my place to say, but men of the faith shouldn't live like barons. Are you ready to go? Yes, ということで。OK, let's go.ホスタイルズキルト29、最悪ですね。シビリアン一人殺してたんだ。ルーネスは1個しか見つけられなかったですね。コインが3700もあって357しか見つけられなかったですね。っていうかこんな格好してるからあれですよね、見つかっちゃうんですよね、本当に。で、これ行くと、あ、次のエピソードに行っちゃうと。とりあえず、今日はこんなところで、チャプター2をコンプリートしてみました。また、コメント等ありましたら、ぜひ残していただいて、で、また、続きのリクエストがあれば、その都度、1チャプターずつやっていきたいと思います。では、お疲れ様でした。